海外に行った時の反応の違いとかってあるんですか？めちゃくちゃ面白くて、西ヨーロッパとかアメリカとかだと、キリスト教の国じゃないですか、まあ、それが関係してるのかどうかわからないですけど、うん、道端でちょっと友達とか数分待ってると本当に普通に1ドルとか1ユーロ置かれてくんですよ、勝手に、はい、東南アジアとか行くと、はいはい、地雷で手足吹っ飛ばされてるやついっぱいいるんで、はいはいはい、僕の体は今度珍しくないんですよ、はい、ただ僕がこの普段乗ってる電動車椅子、うん、また僕の車椅子背が高いから、はい、やっぱ珍しいみたいで、はい、おこれはトヨタかソニーかみたいな感じでベッと寄ってくるんですよ、うん、一番居心地が良かったのは北欧で、フィンランドとかスウェーデンとかは、はい、全く僕のこと見ないんですよ、なるほど、気にならないみたいで、はい、なんか街に俺溶け込んでる、誰からの視線も受けてない、うん、それはなんかね、あ、俺が目指すべき社会はこれだなと思いました。逆に日本は見て見ぬ視線っていうのを感じます。なるほどね、あ、見て見ぬふり、はい、分かってるけど、はい、あえて、はい、気遣いの込みの、障害者の方がいる、あ、なんかしてあげさせた、でもいや、あ、見て見ぬふり。